皆さん、こんばんは。障害者の今野です。私は大学で法学部出身で、ダブルスクールも通って、司法試験を受けたんですけども、弁護士志望だったんですけども、司法試験を受からなかったんですけども、でも私思うんですけど、日本は民法と行政法というのがあって、法は家庭に入らずという法格言があるんですよ。だから、他人の家の人が、た、べ、よその家の人に向かって、働かざる者の食うべからずというのは、やっぱり良くないですよね。それは法務局の人権擁護委員の先生が、それは人権侵害だっておっしゃってたんですけども、日本には民法という法律があって、他人の家のことには、法は介入しないんですよ。法は家庭に入らずっていう法格言があるんですけども、皆さん、他人の家のことには口出ししないようにしましょう。働かざるの食うべからずって人権侵害ですし、日本には民法という法律があって、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養する義務があるという民法877条第1項があるんですけども、なので、行政法と民法というのがあるんですよ。で、なので、皆さん民法を遵守しましょう。それではまた、さようなら。